ご視聴ありがとうございます。日本の防衛ライン第一列島線に ついてちょっと考えてみます。現在ジーソミア問題で大きく日本の防衛が変わってきていると考えられます。今までは韓国を含んだ防衛ラインなど考えられていましたが、対馬を始めとする防衛ラインが出来上がるでしょう。第一列島線の配置図が変わってくると考えられます。対馬から沖縄までの線を結ぶとやはり日本の国土の大きさが分かります。佐世保に水陸機動団を置いたのも今では納得できるかなと。佐世保基地の重要性がより今後増してくると考えます。佐世保基地からやはり対馬まで少し時間がかかります。その対馬までをどう防衛するか、そのあたりもかなり重要となってくるでしょう。韓国がどちら側につくかわからない状況です。果たしてその韓国を意識しながら今後日本の防衛力を展開していくか、また大事になってくるでしょう。いろいろと準備するものはあるかと思います。また準備しているかもしれません。
日本の装備品は年々多く最新のものへと変わりつつあります。北朝鮮の脅威、ミサイル防衛など考えると、やはりまだまだ必要なものはあると感じています。大きく分けると、北とやはり東と西と分けると、重要な拠点が見えてくる。西は中国、東はロシア。で、日本にはアメリカ、日本。こういう縮図になっていますが、韓国から撤退を始めた米軍、もしそのような事態になれば、韓国はたちまち中国と北朝鮮に飲み込まれるでしょう。はたまた韓国が中国のウイグル自治区みたいにすぐに占拠されてしまうでしょう。そうなっては時すでに遅しとなります。何よりも危険なのはやはり中国でしょう。ウイグル自治区のような状態になれば、韓国からすぐに脅威は増してきます。北朝鮮と統一するのではなく、統治される側へと変わっていくでしょう。今現在、香港が抵抗をしています。そんな香港に台湾はじっと見つめ、また韓国はその香港を見ているのか見てないのか、確実に韓国はあの状況へとすぐに追い込まれます。二面外交の悪さが仇となる結果です。日本の防衛ラインもまた大きく変わってきます。九州、特に北部エリア、山口にかけて重要な拠点を
増やしていくということをしないといけないでしょう。今日はここまでです。それでは。